天つゆ。すごいよ。こんにちは。はい、高橋かりんです。天つゆがあれば天つゆにつけるし、塩があれば塩につける。そういう食べ方です。舞茸の天ぷらが美味しいですね。あとエビの天ぷらも好きです。はい、この番組は高橋かりんのすごいレベルを上げていくことで美味しい思いをみんなで共有していくレベルアップバラエティです。レベルが上がると様々なアイテムが手に入ったり、特別なイベントが実施されたりと美味しいことが起こってきます。ちなみにすごいよかりんちゃんツイッターのフォロワー数が100増えるごとにレベルアップします。この収録時のレベルはこちらです。はい、そして現在確定している美味しいことはレベル230で、すごいよかりんちゃん出前を取って番組収録となっております。みんなの力を私にくれ。あー、こうやって出前を取って食べてるとき、だいたい寿司かうなぎ。さあ、ということでいきましょう。すごいよかりんちゃん、今回もよろしく。すごいよかりんちゃん。改めまして、高橋かりんです。サンリオキャラクター大賞の結果が発表されたよ。今年デビュー20周年を迎えたシナモロールが第1位に輝き3連覇を達成。続いて2位はポムポムプリン、3位にはトップ、初のトップ3入りとなるクロミが選ばれました。資料どっかやった。俺消えたんだけど資料。資料来た。ごめんなさい。資料なくしました。クロミが選ばれました。ということでこちらに最終順位発表の紙がありますけれども、いや、やっぱもうね、シナモロールとポンポンプリン強すぎなんだよな。もうなんか違うんだもん。票数が。そして。こうやってたくさんいますけれども、はい、私的に気になったのはなんか地域別、海外地域別ランキングみたいなやつで、なんか大体まあ同じ感じなのねって思ってたら、なぜか香港だけみんなのターボー1位で、2位もアヒルのペックルっていう、なんかちょっと日本人的にはなんか知ってるキャラクターだけどそこが1位みたいな、なんか謎の感じがありますが、なんでしょう。そして欧米はめちゃくちゃヨシキティが人気っていう、やっぱもうそもそもヨシキさんがめちゃくちゃ海外できっと特に英語圏とかで人気だから、もうそこにキティでヨシキティが1位になっちゃうんだろうねと思ってびっくりしましたが、こう日本のねランキング20位までを見ても、おお、まあそうだよねそうだよねという感じがしています。はい、というわけでね、メールをいただいてるのでメールを読んでみたいと思います。トインネームロバートさんからいただきました。ありがとうございます。かりんちゃんどうも。どうもです。すごかり第228回で話題にされていたサンリオキャラクター大賞の結果が6月12日に発表されていましたね。かりんちゃんが推しているコロコロクリリンは最終結果20位でした。ちなみに僕が推しているウサハナは23位でした。そういえば炎のダイエッチューがすごく気になっていたので聞きましたが、かなり面白くて耳に残る曲ですね、笑い。さてかりんちゃん、コロコロクリリン20位について感想をお聞かせください。それでは、ということでありがとうございます。はい、そうなんですよ、私が大好きなコロコロクリリンはね20位だったんですけれども、でもあのケロケロケロピンも11位に入ってるから、まあ嬉しいかなって思います。というのもですね、この間ドクターストーンがねサンリオとコラボしたんですけど、なんか色で選ばれたのかスイカとコラボしてたらケロケロケロピだったんですよ。そうで、なのでなんかケロケロケロピも最近ちょっと気になっていますが、うちの父がケロケロケロピ好きなんだよね。昔ケロケロケロピグッズを持っていたよ。あ、今ドクターストーンのやつ出してくれてる。そうさ、ドクターストーンのやつさ、なんかさ、まあ、千空はキティじゃないってわかるけど、だいたい主役のキャラがさ、こういうコラボの時ってキティちゃんじゃん。なんかさ、キティちゃんさ、司なのなんかちょっと面白いよね。でも松丸と千空顔似てるから。なんかわかるって感じだけど。
私はこのアクスタはゲットしました。スイカとケロッピのやつかわいい。あ、これサイト上にホアンちゃんいるじゃん。あのあれです、塔のひかりちゃんがやってるキャラクター。かわいいな。いや、あのさ、琥珀と一緒にやってるやつ誰？これ何のキャラだ？ウサギみたいなやつ。あ、シナモロール？頭縛ってるシナモンか。あ、そういうことか。コロコロクリリンは銀狼に取られたんだよ。取られた。銀狼に取られた。ケロッピでした。はい、ということでね。いや、ほんとかわいい。サンリオキャラクター大賞、私は今年は投票しなかった気がするけど、あのいつもね、こうお店に投票ボックスみたいのがあって、なんか三文線みたいな穴開いたやつをさ、こう入れてくんですよ。棒があって、そこキャラクターの名前のシールの前に棒が立てて、そのキャラクターのところにこうやってそのコインみたいのを積み上げていくんですよ。でそのコインはお買い物するといくらで1枚みたいな感じでもらえるんですけど、もうなんかいろんな店舗があるじゃないですか、サンリオのお店で。なんかいろんなとこでその投票ボックスを眺めた時に、まあコロコロクリリンはこんぐらいやろうなってなんかもうシナモロールとか溢れてんだもん、なんかだからそう思っていたんですけど、でもやっぱね、20位に入ってるということはね、少なからずね、こうずっと応援してる人はいるってことですから。てか応援してないキャラクターなんかサンリオにいないんだよな。苦渋の決断でみんな順位を決めているからそう。だからね、嬉しいことだなと思います。願わくばグッズがもっと出てくれというところです。はい、これからもコロコロクリリンを応援していきたいと思います。では続いてのメールに行ってみましょう。はい、トイネームトレンチコートさんからいただきました。ありがとうございます。かりんちゃんこんばんは。こんばんは。突然ですが、かりんちゃんにはやめたい悪習慣ってありますか？というのも、僕は寝ようと思って電気を消したのに、推しの SNS 更新が気になりすぎてスマホを見ちゃうんです。やめたいとは思っていますが気になっちゃうんですよね。というか深夜につぶやく声優さん多くないですか？ということでありがとうございます。やめたい悪習慣はないね。私は私を肯定して生きてるんで特にないです。はい、最近いい習慣はありますよ。あのね、毎日ね、あのね、タクトレを頑張ってるよ。そう、筋トレちょっとやってて、まずシックスパッド復活させました。そしてあの足パカとかさ、よくインスタとかに載ってる、これをやれば1日これをやれば OK みたいなやつをちゃんとやってる。でも毎日必ずやるって決めると辛いから、今日はこれはやろうとか、今日はこれはやろうみたいな感じで、とりあえず毎日やるということを頑張ってる。えらーい。でね、なんでそうなったかっていうと、ジムね、あれこの話してないよね。ジム復活しようとしたのって話した？してないよね。ちゃんと、あ、復活しようと思ってって話はしたじゃん。復活しようと思ってジムに電話したら、1年以上休んでるんであなたはもう大会になってますって言われてあーってなったし、しかも何、今私のその前にやってくれてたトレーナーさんがなんかいなくて、でなんかわかんないけどお休みしてるんだって。でいつ復帰するかもわかんないって言われたから、と思って、じゃあなんかわざわざ通うのもなだって辞めさせられちゃってるしって思って、なんか他の種目、ヨガとかピラティスとかなんかそういうやつとかでもいいかなって思って調べてたんだけど、結局やっぱ通うのめんどくさいし、なんか今毎週この時間行くみたいの無理だから、そうって思うと家でやるのが早くねって思って、家でやりだしたらちゃんと続いてる。もう1週間ぐらいはやってる。えらーい。はーいね、トレンチコートさんはやめた悪習慣ってことだけど、私はいい習慣がつきましたよ。というか深夜につぶやく声優さん多くないですか？それはそう。
割とみんなつぶやいてる。てかなんかつぶやいたらすぐさいいねがさ2くらいつくときあるんだけどさ、だいたいいつもさペンってすぐつくんだけどさ、どういうこと？通知オンにしてんの？通知オンにしてても携帯見てなかったらさわかんないじゃん。めちゃくちゃ携帯見てるってこと？すごいね、ありがとうございます。っていう感じでなんかすぐ通知きっと来るようにしてて見てる人いるんだろうなって思うから、なるべく深夜につぶやかないようにしている私であった。もう12時以降は寝てますっていう設定起きてるかもしんないけど、いや寝てます。はい、あれおかしいな、この間1時12時44分につぶやかれたゴレボのツイートをリツイートしているな。でもこの日はしのちゃんだったから、え、しかもね、しのちゃんからね、あのゴーレボ終わった後にすぐかりんごめんめっちゃモノマネしたって連絡来て、いいよって言って、みんな別にやっとるしって言ったら、申し訳なさすぎるから今度おいしいお菓子でもって言われたから、お菓子は食べたいけど別にみんな真似してるからいいよなんでそんなに申し訳なさがってんのってなりましたけど、はい、しのちゃんね、下地しのちゃんゴーレボにやってきました。カラオケイベントが7月2日にありますけれども、そこでしのちゃんもゴーレボ内で言っていたようにしのちゃんとデュエットします。はい、何の曲をやるかっていうのはね、まあ内緒なんですけど、みんなほとんどきっと知っている気がする。そしてこれなんだって思うと思うよ、はい、ということでぜひ7月2日のカラオケイベントもよろしくお願いします。はい、いやね楽しみだな。なんか深夜といえばさ、最近さめっちゃ悪夢見るんだ、ね、悪夢がやばすぎるからみんなに教えてあげるねまずね、ここのところね、なんかね立て続けに悪夢を見て、でねあのね、まず一つ目は夢の中で多分なんかセリフの練習かなんかをしてたのお家でね。そしたらなんかお父さんが来て、で私のセリフ言った後になんか真似して、でもなんかすぐ誇張してふざけた感じで言ってくるの。だからもうなんて言うんだろう、難しいけどすごいちゃんと真似しようっていう意欲じゃないの、ふざけてんの。で私はムカついて、やめてって言ってんじゃんって言ってんだけど、あの全然やめなくてムカついたから、もういいよっつってその部屋から出ていこうとするの。もういいよって部屋から出ていこうとしたら、バーンって肘を現実世界で壁に打ちつけましたそれで起きた。めちゃ痛かった。それ悪夢1。次悪夢2 悪夢2は、その日本当に14時から仕事があったの、現実世界でね。で私は多分明日は何時に14時だって思ってて、で夢の中で14時から仕事だからって言ってスケジュール帳を確認するの。で、あこうこうこうで乗り換えとかこうだよねって、何の仕事だって思ってた時にハッと、なんて言うんだっけ、ああいうの時間割を思い出して、やばい、ね、14時ってことは私さ、あれ1限と2限行ってないじゃんって思ったの。もう6年前だよ、大学とか行ってたので、で14時から仕事で何時までだから、え待って3限と4限も無理じゃんみたいな。でえ今日じゃ全部サボりじゃんって思って焦るの、すごい。で焦ってる中でまた思い出すの、やばい昨日も大学行ってないってっていうすごい怖い夢を見て、そして最後一番本当に嫌だった夢があったんだけど、それはね、あのライブなの、多分ライブかなんかのイベントで、まあ今から何時間、1時間後とか30分後に本番ですみたいな。でも私は割とギリギリだったの、メイクに入ったのが、多分そういうスケジュールで。でメイクしてもらってて、まあ、ちょっと時間もあれなんで、あのメイクさんって、メイクさんとメイクさんのアシスタントさんっていうのがいる時があるので、
アシスタントさんはなんか見習いさんみたいな感じなんだけど、でメイクさんやっててくれてて、ちょっと時間ないんでアシスタントも入らせてもらいますみたいな感じで、あ、お願いしますって言ったら、じゃあちょっとやりますねって言って、いきなりそのアシスタントさんが私の眉毛を剃ったの。全部ね、全部剃ったの、うんって。で、え、なんでこの人眉毛剃ったのって思って、眉毛なくなったんですけどって、私はめっちゃ焦り出すので、え、この後本番なんですけど、えってなってて、そしたらそのメイクさんの方がアシスタントさんに向かって、あんた何やってんの、あんた自分の眉毛もおかしいんだから、あんたが眉毛できるわけないでしょって怒ってんの。で、わあ本当それな、いやもうこれどうするって思ってたら、そのアシスタントさんがなんか、でも片方も剃っちゃったんでちょっと合わせますって言って、もう片方も全部剃ってきたの。眉毛なくなって、眉毛なくなってどうするってなって、私はもう泣き出すの、でもこれじゃ出れないよって、出れないよって言ってて、でなんかスタッフさんたちが、いや大丈夫です、今日のイベントはウィッグあるんでってなって、そのウィッグがなんか真っ赤なボブとかのウィッグなの、すげえ前髪重くて、なんかあるじゃんミュージカルとかそういう感じの髪型で、まあじゃあこれなら出れるかと思って、そのウィッグでとりあえず眉毛は全部描いてもらって、ウィッグかぶって出たんだけど、ライブ終わって帰ってきて鏡見たら、やっぱ眉毛もう汗でなくなってて、やっぱ眉毛ないまま出てんじゃんってなったっていう夢。眉毛の夢面白かったでしょ、うん、きつかった、私ヤクルト1000飲んでないよ。っていう、はあ疲れちゃったな、大変でした。はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。このコーナーはツイッターのアンケート機能を利用した企画です。これは私がイラストを描きます。そのイラストが何のイラストなのかは秘密。アンケートの4択から1位になった答えが見事正解だった場合、すごいよかりんちゃんレベルが1上がります。そして前回の答えは、1、推し熱が盛り返したかりんちゃん 18%、 2、川柳を考える友達 3%、 3、推し活する母 60%、 4、友達と一緒に見に行ったライブ 19% ということで、正解は3番だったのでレベルアップです、イエーイ。はい、ということでかりんママはアウトローキャラが好きというお話ということでしたね。なんかヤンキーキャラが好きです。今もパラライのやつを見てます。はい、ということで今回のお題を見ていきましょう。え、どういうこと、え、むず。じゃあ数字書いちゃいけないもんね。あ、数字ぐらいならいいよ。制限時間は30秒、用意。あ、なんだろう、あ、でもこれで伝わるでしょ。はい、ということで、問いの皆さん、清き一票よろしくお願いします。すごいよ、すごいよかりんちゃんプレゼンツアテレコ選手権。番組ホームページ、ツイッターにアップしたお題写真、それに合ったアテレコセリフを送っていただき、私がそれをアテレコします。一番面白かったアテレコセリフを送ってくれた方には、私の落書きを入れた世界に1枚だけの番組ステッカーをプレゼント。そしてお題の写真はこちらです。はいはいはい、では読んでいきましょう。トイネーム山やんさんからいただきました。砂糖と塩間違えちゃった。はい、哀愁が漂ってきますね。トイネーム爽快ぼっちさんからいただきました。セカンドショットの柱になれと社長に言われてから3日後。本当にありそう。トイネームハンバーグさんからいただきました。ねえ、普通2チームに分けるときって2人ずつにしない？多数対1になったの？最悪じゃん。トイネーム三角デルタさんからいただきました。好きだらけに見えて実は好きがない構えのように見えて普通に好きだらけのかりんちゃん。
ありそう。なんかこれが最もなんとかな型だみたいな。トイネーム生態がやばいなぎさんからいただきました。かりんちゃんを覗くとき、かりんちゃんもまたこちらを覗いているのだ。深淵じゃないんだから。トイネームショコさんからいただきました。ボーリングで取り残された一品。この後こうやっていなくなる。はい、トイネームメコンガラさんからいただきました。初期装備、防御力5。あ、5はあるんだね。0じゃないんだ。はい、ということで今日の一番を決めたいと思いますが、もうこれですわ。私はこれだった。はい、これです。はい、では今日の一番を発表したいと思います。今日の一番はこちら。セカンドショットの柱になれと社長に言われてから3日後。はい、ということで今日はこのセリフを送ってくれた疎開ぼっちさんに私の落書き入りの番組ステッカーをお送りします。はい、そして次回のお題はこちら。はい、ということで次回のお題でもアテレコセリフを送ってきてください。以上、すごいよかりんちゃんプレゼンツアテレコ選手権でした。すごいよかりんちゃん。今回もお願いします。お願いします。いや、マッカーさん、いつ見てもマッカーさんが着用されてる T シャツ、これなんかもうかなりプレミアがついてそうですね。素晴らしいでしょう。まだ売ってるの？もう売ってないの？もう売ってないんだって。余計プレミアですね。プレミアですよ。だってマッカート T シャツの中マッカート T シャツあって、さらにこのマッカートさんも多分マッカート T シャツ着てますからね。トリプルマッカートですもんね。ええ。いや、これはやっぱりあれですね、多分次もあれなんでしょうね、マッカートさん T シャツ第3弾どっかのタイミングで出るんでしょうね。おお、出るんですか？きっと出るんじゃないですかね。希望を胸に生きていていいですか？あ、いいと思います。おー、じゃあ黒グレーと来たんで次は何色ですかね。でも茶色、みんな茶色着てんのなんかおもろかったんで。ちょっと紺とかがいいかな。あー、うん、なるほど、紺がいいと思う。はい、基準が面白いなんですね。いや、いいと思います。なんか結構みんな着てきてくれるじゃん。はい、並んでるのを見るとさ、茶色いなってすごい思うんだね。なるほど、確かに。ちょっとみんなも多分ちょっと恥ずかしがってたと思う。あ、確かに。そうですね、今となってはね。その時はめっちゃいいと思ったんだけど、うん、いや確かに、うん、けどやっぱりみんなで共有できるっていうね、そんな素敵なアイテムですね。そうですね。はい、今回ですね、トイネームやまやんさんからいただきました。ありがとうございます。かりさん、こんばんは。こんばんは。タンスの中に、うん、着ていないライブ T シャツが何着かあります、うん、それを見た母が、うん、着ないならちょうだいと声をかけてきました、うん、日常生活で、うん、着ても恥ずかしくない絵柄ですが、うん、年齢が年齢なので迷っています。なるほどね。カニさんのアドバイスをお願いしますと。はい、いやー、マッカートさんへのアドバイスね。どうしたもんですかね。じゃあ答えていきたいと思います。はい、あげるか迷う山やんさんに一言言いたいんだ。あげな、元気になれるよ。はい、ありがとうございます。あげな。これはその理由はというか、そのままの意味です。あ、なるほど。ママカートも T シャツ着てますよ。あ、イベント T。なんとママカート、あのイベント T、 いろいろマッカートもまあいろいろイベントあるんでね、はい、その度にイベント T シャツ増えるじゃないですか、はい、で大体イベント T シャツってなぜか S サイズがなくて、まあちょっとオーバーサイズになるじゃないですか、はい、なんでもうママカートの寝巻きになってます。あ、なるほど。どん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 ママカートが来てボロボロになったら次のイベント T、 ボロボロになったら次のイベント T という感じでですね、着ていまして、今はマッカートは黄色いやつ着てるんで、あれは何の T シャツだろう。まあかつてのセカショフェスか高田裕樹スマイル TV の時の T シャツを着てます。
黄色はなかなかね、程よくこう存在感が増しますよね。いやそれをママカートさんは着てらっしゃると。だから山やんさんのお母さんも行けますよ。しかもさ、イベントティーとかライブティーとかってさ、カラフルなの多いんで、はい、多分カラーセラピーじゃないけど、はい、お母さん元気になると思います。あ、なるほど。え、確かに確かに。意外とあれですよね、色を見て結構その人の気持ち的なものって出ますからね。そうそう、はい、いやそんな効果があると。だからもう今すぐあげましょう、はい、それもまたあなたとお母さんの幸せにつながりますように。ということで、すごいよかりんちゃんではかりんマッカートさんに応援してほしい人を大募集。タイトルに応援希望と書いてどしどしメールをお送りください。よろしくお願いします。232回目いかがだったでしょうか。番組ではメールを募集しています。普通オタメール、カリンマッカートさんに応援してほしい方にメールが採用されるというステッカーをプレゼント。さらに番組冒頭の私への一問一答、私に歌ってほしいカラオケリクエスト、身につけろすごいことでチャレンジしてほしい企画も合わせて募集しております。メールアドレスはこちらとなっております。カリンアットマークセカンドショットドット JP です。そして番組のツイッターのフォローお願いします。フォロワー数100ごとにレベルアップ。現在確定しているおいしいことはレベル230で、出前を取って番組収録となっております。これからもみんなの力でレベルアップさせてください。はい、ということでね、今レベル220のカラオケコーナー復活は達成しておりますので、近日カラオケが、始まるのではという感じですけれども、ぜひ皆さんからのカラオケリクエストをお待ちしております。もうすでにちょっと何通かいただいているんですけれども、これリストにしてもらった、はい、ありがとうございます。もちろん皆さんの好きな曲、かりんちゃんに合いそうだなと思う曲なども送っていただいてよろしいですし、なんかかりんちゃんこれおはごらって言ってたなみたいのでもありがたいですし、有名な曲だと私が選びやすいです、とても。はい、いっぺんにいっぱい歌うんで、はい、覚えるの大変なんで、ここだけの話。あとやっぱ聞いててね、みんなが知ってるな、なんとなく聞いたことあるなっていう曲だとね、すごい盛り上がるかなと思いますんで、もちろんバランス見て選びますが、はい、いろんなジャンルの曲を、もう本当悩まなくていいですよ。思いついたらブルルって送ってもらえれば、はい、その中から選びますんでね、はい、皆さんぜひたくさんリクエスト送ってください。お願いします。では、お知らせに参りたいと思います。高橋かりんオフィシャルファンアプリかりんのパレット会員募集中です。アニメぐんまちゃんが各サイトで配信中。8月6日7日に山梨県の河口湖ステラシアターにてアサルトリリーサマーライブボラブリューテが開催、そして7月はいろいろありますが、7月2日土曜日科学技術館サイエンスホールにて開催されるセカシオカラオケイベントに出演します。現在チケット一般販売中、販売中。しのちゃんとのデュエットもあります。はい、ということでぜひ皆さん遊びに来てください。そして次の日7月3日日曜日はドクターストーンウィンドオーケストラコンサートにトークゲストとして出演します。先行役の小林裕介さんと、現役の川西健吾さんと一緒に登壇させていただきます。どんなお話ができるのか楽しみですけれども、なんかなかなかねサントラってたまに聞くけど、サントラだけをじっくり聞くこと私はあんまなかったんで、オーケストラで聞いたらこれこれって思いそうな気がして楽しみです。このシーンだよねとかねあるんで、どんな感じになるのか、あと作曲家さんたちとか作家人がたくさんいらっしゃるので、どんなお話が聞けるかすごく楽しみにしております。皆さんもぜひ遊びに来てください。チケットとかはよくわかりません、調べてください。そしてすごいよかりんちゃんファンディスク2やセカショーカタログガールズメンバーズ2021がセカンドショット通販で販売中となっております。ということで今回はここまでです。高橋かりんでした。バイバーイ。